YouTube ライブで以前チャットで、棒読みちゃん音声つけないんですかと、なんかチャットありました。確かにつけてる人たくさんいて、まあ、私はつけませんねとは言ったんですが、正直つけないつけるじゃなくて、つけ方を知らない。まあそんな感じなんですが、まあ、軽くネットで棒読みちゃんと検索してこう眺めていると、まあそれですら難しいなと、なんのこっちゃみたいな感じに思いました。まあ、ただやってみるのは別に悪いことではないんで、いろいろソフトをなんかあれとこれとそれを使って、今でただでさえ今画面5つも、まあ、6つもぐらい開いてるのに、さらにコメントビューアーを立ち上げてとか、その他あれこれしないといけなそうなので、ちょっとどうかなと。ちなみに私はチャットを見てるとき、全く皆さんと同じ画面のあのチャットを見てます。コメントビューアーみたいなのが、まあ、ニコ生で言うコメントビューアーっていうのは YouTube ライブにあるのかは知らないし、まああるだろうけれども、なんかすれば。なので、まあ、コメントビューアーあった方が本当に見やすいのかすらちょっと実体験で分かんないんで、まあ今現在のあの通りに落ち着いてますが、まあ、音声をつけると、いい面と悪い面が、まあ、なんとなくやったことなくても想像はつきますね。明らかにいい面がドーンと大きいんであれば、それはやるべきだと思うんですが、あんまり自分でそう思えないので、あとは手間の問題ですね。やり方が分かっててやらないんではなくて、単純に麻雀には興味ある、 YouTube には興味あるけど、その音声だ、設定だ、フリーソフトだ、なんか棒読みのなんたらの仕組みだ、そっちに興味がないんで、まあ、やってないと。で、今もしつけた場合に、まあ、コメントを入力すると多分読み上げてくれるので、入力する側からすると、なんだろう、まあいいのかなと、あとは少し賑やかになるのかなと、あとはやる側からするとコメントをこうよ、もうコメント欄見なくてもいいぐらい楽になるのかなとは、なんとなく想像つきます。まあ、勝手に読んでくれると。ただその反面悪いことというか、めんどくさいことが起きるだろうなと。まあそこは 100% 起きるだろうなというか、100% 起きます。まあこんなのは、配信やったことなくても、ちょっと考えれば、まあこのぐらいはあれでしょうと、まあ皆さんも、パッと想像つく感じですね。すべてのコメントが読み上げられるってことは、まあいろいろ遊べるわけで、ニコニコ動画のノリを YouTube に持ってこさせよう的な動きはなんかあるらしいんですが、まさに、いいおもちゃですね。例えばニコニコ動画で、ニコ生か、ニコ生でいろいろ見えますけど、まあ単純に一番簡単なのが、こう卑猥な言葉、あと誹謗中傷的な言葉も読み上げられるんで、書いた方からすると届いたぞと、まあそういう実感が得れる。あとは難しい、なんかバラじゃないな、漢字一文字ですごい複雑な読みをするものをたくさん書いて、棒読みちゃんがずっとその漢字を読むと、漢字一文字で5文字、6文字の読み方、なんだろう、例えば滞るとか、三髄に帯って書いて滞るをたくさん100個もコメントすると、
滞るとずっと永遠と読むわけです。そういう遊びも、まあ子供の遊びですけど、 YouTube にあるかは分かんないんですが、まああるでしょう。見てる人っていうのはこういろんなサイト流れるだけなんで、なのであんまりいい、見てる人が逆にまあ嫌でもこう耳に入ってしまって不愉快というかいいことないかなと。なのでまあつけないと一応言ってますが、まあつけ方わかんないのが正確なとこです。わかんないのを調べてまで頑張ってつけるぞと、何としてもつけるっていうモチベーションまではいかないと、ただそれだけです。フリテンですが、4面ちゃんいい数値リアンゾー、まあリーチかけちゃってもいいですね。なんか4面ちゃんならフリテンリーチありだなと。リーチ今一瞬ちょっとってなってしまった。いい数値リアンゾー、あつもいいピンツモ、あとはコメント、私はライブを動画にする都合上、あくまで見てる人をやっぱり考えているつもりなので、動画になった時に、まあ、不愉快の動画をわざわざ見たくもないので、そこを考える都合上、何でもかんでもチャット全部読み上げられるといいかって言ったらそうでもないです。まあその悪意があるコメントは分かりやすくていいです。正直悪意がある、相手を傷つけたくて頑張って入力しているコメントっていうのはもうその文字から別に私がなんかすごい感性を持ってるとかではなくて、もうごくごく誰もが分かるような、まあ、単語から分かるんでいいんですけど、まあ、微妙なとこっていうのがあるんで、まあ多少こっちでコメント選んで読んでた方がまあいいと一応考えてやってるつもりなので、まあ棒読みはずっと考えもしなかったんですが、ちょっとさっき軽く調べてみて、まあ視聴者がこういつも通りの人数であればまあ問題ないですね。で視聴者はこうなんか多かったり少なかったりするんで、多くなった時にまあそういうトラブルとまでは言わないんですが、まあ、予想していたネガティブが起きるだろうと。まあ、起きるだろうというか 200% 起きることは確定しています。今日起きなくても次起きると、まあ、その延長線上で次の日起こんなくてもその次の日起こる、まあ、間違いなく起こります。ただ見る側からしたらあった方がどうなんだろうな。まあ賑やかにはなりますね。正直こう常に何か呼んでくれてちょっと音が鳴るので賑やかにはなるが、それが果たしていいのかなって考えていて、プラスとマイナスを考えた時にマイナスの方が大きいし、プラスアルファ手間、やり方知らないで、そんなにその興味がない、麻雀も YouTube も関係ないことなので興味がないことを頑張って覚えて調べて、なんかいろいろソフト入れてそこまでするモチベーションは当然ないと。まあそんな感じで、もしかしたらこうテストがてらに入れてみて、まあ人数こう多く増えてちょっと嵐的なコメントも来たらまあ切るとか、ボタン1個で切るつけるを
できるんであればいいんですが、あんまりしたくないんですよね、いちいち。こういう状態が起きたからこういうことをするとか、ああいうことが起きたからああいうことをするだと、まあ左右されちゃってると。あたふたしてるになるので、おお。まあ好きで遊びでやってることになんか変な余計なことはしたくないと。いいペーコーのみ。そこに興味があればいいんですけどね。そこに音響とかが大好きで、パソコンの設定とかも大好き。なんかそこに興味があればいいんですけど、ちょっとないもんで。まあただ、もしかしたら見てて、他のライブの人を見てないので、こう比較を自分の中で比較ができないので、他のライブやってる人が全員やってたら、まあ自分もやろうかなと思うし、例えば人数が多い大手が全員やってると。で、人数が少ない人は全員やってないと。このくらいなんか自分の中で、あ、やった方が、こう、人が集まる、見やすいんだなとか、確証が持てればいいんですが、他を見てない都合上、まあ比較できないという感じであんま考えてませんでしたが、以前チャットでもらって、今なんとなく思い出して、ちょっと話してみました。どうもありがとうございました。リーチ。